り嫌。どんなに幸せな世界でも、かけるくんがいない未来なんて、絶対に、絶対に、嫌！おそらくは筆界の炎、夏彦、奴のリセットへの強い拒否反応のせいでその能力が暴走している。小春さんたちがあそこに。違う、あれは私の望んでいる未来なんかじゃない。これがリセットってやつ？随分と騒がしいね。いや、始まってもいないよ多分ね。え？正宗、どうなってんだよ。これを見ろ。まだ島の上空じゃん。リセットはされたのか？いや、おそらくあの光景はリセットの真偽のためにアイオンから俺たちに送られたメッセージだ。え？本物じゃなかったってこと？まずい、イレギュラーが起きた。島のシステムとノルンの間でエネルギーの逆流が起きている。このままだと崩壊するぞ。嘘だろ。とにかくすぐに皆を発着場へ集めてくれ。分かった。君はずっと守ってくれていたんだね、僕のこと。これはアイオンの意志、それとも能力者がリセットを否決したということ？俺も同じだよ。小春やみんなと少しずつ分かり合って旅を続けてきた。その記憶をこのまま大事に生きていきたい。君が俺の弱さまで受け入れてくれたから、孤独で辛かった頃の思い出も含めて今の自分があると思えるようになったんだ。かけるくん、これからは誰かが作った世界じゃなくて自分たちで未来を切り開いていきたい。君の炎は俺を燃やしたりしない。二人の未来を照らしてくれ。一緒に生きていこう。愛してるよ、コアル。
終わったよ。もうリセットすることはないんだ。これからは僕がそばにいる。だから喋っていいんだよ、アイネ。ソラタ、私もソラタと一緒にいたい。ぽつりと浮かぶ三日月、色を負ったガラスのかけら。お嬢さん、早く。夏彦。サクヤ、急ごう。千里、いいんですか？まだ小春さんとユイガさんが。俺が連れ戻す。よせ、アキト。私は何を選べたのでしょう。幸福とは鳥かごの中と外どちらに存在したのか。機械に生まれた私にそれを選ぶ権利などあったのでしょうか。けれど影灯籠のように巡る日々はどれも愛おしく幸せだった。同時にいくつもの悲しみを刻んで、この身が朽ちるその時に現れたあの人。嬉しい、また会えた。歌を歌いたい。許されるのなら思い出してほしい。けれどあの子をリセットの循環に入れてはならない。私たちは踏み出さなければ。これまでの喜びも憂いも何一つ捨てることなく、本当の未来を生きるために。そして おはよう。つか何してんだよ。朝食作ってる。あいつは？あれからもう半年か。政宗に頼んでここに家を借りたが、周辺の海域は世界が侵入禁止区域に指定している。あの日以来立ち入った者はいない。小春さん、食事の時間。安心しろ、ちゃんと毒味しといた。味は俺が保証する。Thank you.
ごめんください、夢ください。悪いね、誰から聞いたか知らないけど夢売りはもうやってない。よっ。ええ、どうしてここに。遊ぼうぜ。俺がこの町にいるのよく分かったね。旅芸人に戻ったんだ。隣町で公演があって樹の噂を聞いてさ、時間が空いたから顔でも見てこうと思って。兵が来てもな、どうせなら可愛い女の子に来てほしいんだけど、せっかく来たのにそりゃねえだろう。はいはい、ごめんごめん。そういやこないだ正宗から手紙が来てさ。本当？リセットができなくなった今、自分たちが世界全体に呼びかけてこれからを変えていくんだって。マー君らしいね。これで各地の戦争が収まってくれたらいいんだけど。お嬢さんどうしてるかな。みんな元気にやってるみたいだよ。そっか。お姫様豪快すぎ、スピード落として。ごちゃごちゃ騒がないで、集中できないじゃない。世界規模の戦争は避けられたんすよ、もう訓練する必要ないんじゃ。平和が当たり前のことだと思わないこと。それに操縦できないって決めつけられるのは嫌なのよ。まもなく年が明ける。どうだその期待は。やはりお前には扱えないだろう。上々よ、コツはつかんだわ。ソラタが敵側の期待をバラすのを手伝ってくれた。このまま兵器として終わらせるのはもったいない。おかげでロケットの方もはかどっているし、この調子で進めば30年以内には月に行けるだろう。30年後、そんなに先なの。簡単に叶う夢などに価値はない。それもそうね。今夜はやけに素直だな。あなたといると宇宙に行く夢が今すぐ叶わなくてもいいって思うことがある。私たちの代が無理でも次の世代に託していけたらって。ああ、俺も同じように感じている。今見える未来だけじゃなくて、もっとずっと先の、そんな未来のためにこの世界を守っていきたいの。時代の始まりね。おめでとう。この街は酒がうまいね。やっぱりそれか。でその後かけるは、いろんなところで戦争が収まってるのも、あの時かけるや夏彦たちが兵器工場を破壊してくれたおかげだって。政宗たち世界側でもかけるの消息を探してくれてるけど、まだ手がかりはつかめてないみたいだ。そう、手紙？一ノ瀬さんから。なんであいつが俺に手紙なんか。お前あの時あいつの記憶消さなかったのか。うん。なんかおかしいと思ったんだよ。
千里が脱出するときに唯一持ち出せた写真だそうだ。小春さんに渡してほしいって。旅の終わりに何が待っていても自分らしくありたい。毒を持った俺だとしても見つめていてくれる。もちろんです。あの、お話があります。ノルに行く？はい、今夜は一番の引き潮です。その時に。そんな危ないこと。もう一度見たいんです。確かめたいんです。カケル君が何を考え、どんな夢を見ていたのか、あの場所に行けば感じられる気がして。大きくなったな。小春。平和な世界か。俺には退屈すぎるね。あの後浜に打ち上げられたのをロンに助けられたんだ。ロンさんに。しばらく昏睡状態だった。まさか夏彦のところで目が覚めるとは思わなかった。彼の指示でここまで送ってもらえたんだ。そうだったんですね。
カケル君が無事でよかったです。私はそれだけで。聞こえたんだ。え？俺を呼ぶ声が。アイオンが見せた夢の中で昔の父さんに出会ったよ。旅人さんに。大切な人にもう一度会いたい、その気持ちだけは共感できた。悔しいけど、そういうところは親子なんだなって思ったよ。そろそろカケルたちが着いた頃ね。ああ、それにしても物好きなやつだな。せっかくマサムネと俺が国連の機関に推薦してやったのに、それを断ってノルンに戻るとは。カケルらしいと思うわ。小春と二人で自然と向き合いながら地球の大切さを伝えていきたいって。そうだな、科学技術以前に人にとって大切なことかもな。あいつの方がこの星の未来を見据えているのかもしれん。そうね、私たちも負けていられないわ。俺の名字もらってくれる？導かれるまま見上げていた旅立ちの空を、時は回り繰り返しながら運命の輪をたどり、塞がれた未来閉ざさ空には確か